時計ファンおすすめアンティーク時計4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目はロンジン懐中時計スモールセコンド手巻き備品 L2486 ムーブメントは美しい仕上げの17石の手巻きです。スモールセコンドとホワイトローマン文字盤が上品な時計です。またステンレススチール製のハンターケースでかなりコストのかかった仕上げです。中古品ですが使用頻度少なく良い状態です。ムーブメントは手巻き式で巻き上げ感も良好で末永くご使用できると思います。専用の濃紺色の組紐革ケースが付属します。2本目は IWC 懐中時計手巻き CAL9720SS 備品 IP2180 現在の懐中時計の最高峰と言われているムーブメント IWC CAL9720 搭載の懐中時計です。 CAL9720 は歴代の CAL97 系の中でもトップグレードで鋼箱にルビーが加えた19石ゴス製調整済みと非常に贅沢な作りです。3本目はハミルトンモデル23ミリタリークロノグラフポケットウォッチ懐中時計1940年代アメリカ軍 HA4952 第二次世界大戦時にアメリカ陸軍航空隊の士官や将校爆撃機のパイロットクルーに支給されたモデルです。貴重なクロノグラフ仕様のポケットウォッチです。裏蓋にはシリアルナンバーの刻印があります。4本目はセイコー19セイコー24型標準時計セコンドセッティング JA1119 この懐中時計は昭和30年代以降町の時計屋さんが修理やオーバーホールの際に精度を参照する標準時計として活躍したセイコー24型です。戦前電話の交換手が刑事に使っていたので以前は交換時計とも称されていました。詳しくは時計の委託アンティーウォッチマンでご確認ください。